にかく暑かった。大阪に1万人のダンスファンが殺到。お目当ては年に一度開かれる世界最大級のストリートダンスコンテスト。歴史と風格を称えるそのイベントとは、ジャパンダンスデラー。今年で17年目。日本全国各エリアの厳しい予選を勝ち抜いたトップダンサーのみが立てる夢のステージ、ジャパンダンスデライト。総勢42チームがしのぎを削るダンス界唯一の夏フェスだ。目指すは当然世界一。真剣勝負の醍醐味とダイナミズムを感じるぜ。僕らやってきたものをほんまに今日来てるお客さんにもレペテンするんで、ただそれだけです。マスピースロックス。日本中大熱狂のダンスフェス。地響きのような声援がうねる中、もう一つの戦いが内包されていた。カリスマカンタロー VS フィッシュボーイ、番組 MC インネの戦いも最終章を迎える。吐き捨てた自分にがっかり、気づくのはいつもこんな時ばかり。いつになっても俺はやっぱり離れられないでいるよあなたに。ただいま今帰りました。あなたに迷惑ばかりかけてきた俺だけの、でもたった今感じました。今年は海外からも強烈で猛烈な刺客が襲来。ジャパンダンスデライト、最強の座を目指すにはまず世界の壁を突き破らねばならない。カリスマビッシュが燃え尽ける。命を削った勝負の行方は。ジャンサー TV、 ダンスの未来は君と共に。セミシグエの大阪、世界一のストリートダンスチームの座をめぐり争うジャパンダンスデライト。そこにはジャンサー TV の覇権をかけた静かな争いが秘められていた。チームシャブレー、カリスマカンタロー。対するはすいません、ちょっとゴンゾー所属フィッシュボーイ。カリスマ VS フィッシュ、因縁。こうして舞台は整った。カリスマ VS フィッシュ。さて決勝当日、オープン間近、戦いを控えたダンサーはとっくにエントリーを済ませていなければいけない時間だが、猛ダッシュで現場入りするチームが。
すいません、ちょっと遅刻したのはビッシュが所属するゴンゾー。あれ、やっちゃった、やっちゃった、何やってんの。やってないです。やっちゃったの。眠そうな顔してるよ。すごい、すごい寝起きの顔。やってないです、やってないです。まさかの、なんかね、唯一チーム遅刻したやつがいるってまさかね、出さってみない後ろ、お前が大阪に前乗りしてたんでしょ。はい、しました、すいません。まだ集中したいから。ちくしゃそんなフィッシュの失態をよそに戦いはスタート。関東関西の大会を荒らしまくる旬秋彦を擁する最新鋭ヒップホップスタイルのリップスティーズ。タイトの構成が得意な振付名人たちが初優勝。アンダーグラウンドフォーエバーって書いてるんですけど、アンダーグラウンドのこうヒップホップとかヒップホップカルチャーが好きでやってるんで、なんかそこをしっかりレペゼンできて、あ、かっこいいチームがいるねんなと。チーム名の通り漆黒をイメージしたファッションスタイルのブラックシップ、ヒップホップ濃度高め、その原点を強く意識しているという2年ぶりの復活出場です。ダンスコンテストの最高峰へ、共に汗を流し悔し涙を流し最高の笑顔を見せる。この番組はソニーミュージックと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ただいま今帰りました。あなたに迷惑ばかりかけてきた。Entertainment for life. Entertainment for life. 世界一のダンスチームが決定。ジャパンダンスデライト。今年は日本のみならず、フランス、アメリカ、中国など計6カ国から海外チームが参加。名実ともに世界一のダンスチームを決める大会なのだ。とにかく強豪揃い。過去最大のスケールで行われた今大会、日本代表たちは世界とどう戦うのか、オーガナイザーに聞いてみた。まあ、あの世界の代表6カ国
が来たのはもちろんなんですけど、日本の代表も結構若返りが盛んで、結構初登場チームとか2回目3回目でも結構若手が中心になったんで、すごく新しいこのシーンの芽生えっていうのを感じれる大会になると思います。ぜひ全力で楽しんで笑顔で 120% でいきましょう。はい、それではピクシーファイト。小さいぐらい自分らが大きく包み込みたいです。おっしゃりたいことは伝わってきました。こちらは4大会連続出場でさらに円熟味を増したヤングマニッシュ。パワフルなロック5人組、成長止めず新境地を開拓、会場を包み込みます。直前いつになく真剣な表情で最後のリハを繰り返すカリスマカンタロウのシャブレー、そしてフィッシュボーイの新ユニットゴンゾー、年に一度の大舞台、互いに譲れない、負けられない。他のライバルたちも次々とステージで練習の成果を見せつける。もともとダンスに勝ち負けなんかない、とはいえコンテストの勝敗にはこだわりたい、悔いだけは残したくない。さあ出番だ、フィッシュ。この大会に出るということは、ひと夏遊ばずに全てこれ一本にかけてきたということ。フィッシュボーイとテッチーのポッパーコンビゴンゾー、表現の新たな地平へ、めくるめくファンタスティックワールドスタート。Everybody all around the world, like this, like that, do the e-dance, like this, like that, dance, ooh, didn't I tell you, funk is here to stay, like this. フィッシュちょっとなんか乗り切れてなかったような気がしますね。硬い。
いつもの良さが続いてない、もっと伸び伸びしてグルーヴ感があるのにちょっと力んでちょっと硬くなってたね。なんかね、すごい遅刻を引きずって感じがしましたね。そしてシャブレーの番だ。カリスマにとっては6回目の夏、1年に1度純粋に1人の挑戦者、一ダンサーに戻れる場所、そんな素敵な成長の舞台へ。まずはカリスマがソロでかます。大会ジャッジであるポッピンピートのうちわを使ったダンスをそのままパクる。自分の力を 120% 引き出してくれる。カリスマがそう感じるダンスディライトのステージ。シャブレーとして最後の挑戦となる今年、全身全霊のダンスでトップを狙う。完全燃焼です、これ楽しかった。シャブレー、よかったですね。カンタロさんのうちわが一番盛り上がった。結果を待つ、自分でできることのないもどかしい時間だ。もうね、時の運ともういろんなものがね、実力もね、そうだし、もういろんなものが噛み合って選ばれるという、これほど難しいものはないので。そうですね。ダンスの熱、熱気、勝ったのはカリスマか、ビッシュか、それとも。呼ばれなかった。終わりましたよ。とりあえず僕らは頑張ります。はい、いや難しかったですね。また出直しです。戦い終え、今何を思う。カリスマ、ビッシュ、痛み分けの夏。
の皆様お待たせしました。これがトップ3の超絶ダンスだ。踊ってる時とか取り組みはめちゃめちゃ楽しかったんで本当に嬉しいです。最高です。ただただおたけび。2位はこの番組でもおなじみのクルー、オーバーフローだ。超複雑なテクニカルフロー。どこまで練習したらこの一体感が生まれるのか。3年目で掴んだ栄冠。観客の目は本当に釘付けでした。ほんまの目標は別にここがそうじゃないってわけじゃないけど、まだまだ過程だし、ここで止まってるわけにはいかんから、はい、前進するのみたいな、多分それができんのは俺らだけやと思うんで、こんな優勝しても多分またすぐ練習して次に備えると思うんで。この優勝がゴールではない。おなじみ龍馬が敵にそう語った。モータルコンバット、スキル、世界観、モチベーション、クルーとして最高の状態にある、そんな雰囲気が漂うステージだった。トップ3は日本チームが独占。それぞれが大切な何かをかけて戦ったダンサーたちの夏が終わった。今年のジャパンダンスディライト、優勝はモータルコンバット。おめでとう。じゃあ行くぞ。11いいね。ジェネラルも、つまり子供も大人も過去最高レベルだ。先が見えず暗くても、 Hey boy、 Get your dream
by a dance。 東京アナウンス学院。学校というより業界です。エンタメだけにこだわった専門学校、東方学園。ただいま、今帰りました。あなたに迷惑ばかりかけてきた俺だけのデモだ。ワンドラフト5年後発売中。厳しい予選が続くダンスアライブ、来週は第2回予選のスーパームーブをドドーンとお届けします。